はい、すずるのミッドナイト TV ということで、やばい、笑いすぎる。まあ本日メインチャンネルの方で一緒に無鉄砲を食べに行ったイカちゃんとちょっとサブちゃんの方もね、ぜひ撮らせていただこう。サブちゃん、はい。何が面白いで、まあ何をしようかなっていう感じなんですけど、はい、ちょっとなんか、うん、作ってもらいたいっす。確かに手料理を。手料理いいね、女性の料理は結構できるんですか。やるんですか普段。いや、その普段まあ本当自分のやつをちょろりっと、はい、ちょろりっとただ作るだけでやっぱちょっとつまんないんで、僕がじゃあ好きなこれでもう作ってくれっていうのを持ってくるんで。そうでしょ。食材をこれで作ってください。わっかりました。じゃあそういう感じでお願いします。はい、はい、というわけでじゃあ食材を買ってみましたね。はい、結構わかりやすい感じがする、はい、なんで、うん、まずはじゃあ王道、はい、まあ、ここら辺はまあ、あれ外せないぞ。豚肉、あー、待って待って、2品僕イメージしてるんで。ほら、これも入ってきちゃう。え、なんで、どうですか。いや、もう途中から意味がわからん。じゃあこの食材でちょっと、はい、何らかしらを作っていただきます。わかりました、はい、お願いします。ちゃんと器具揃えてんな。かっこいい。これの使い方もちょっとわかんないですけど、これ買ってきたやつ捨ててもありですか。ありありっちゃありだよ。え、どうしよう、本当にとりあえず切ろうっと。兄弟かな。すごいよな、青森におるよな。うまい人のやつ。うわ、すげえ、こんなやり方あんの。勉強だったな。すごいじゃん、めっちゃすげえな。切り干し大根の使い方が、使ったことか正解かわからんけど、いいか、どう、頑張れ、切り干し。めっちゃおろてるやん。あと20分したせばいい。水にですか。水またはぬるま湯。ぬるま湯、ぬるま湯ってことはもうこれでつけとけばいいってこと。おー、ラーメン作ってみたい。いや、本当だ本当だ。すげえ、めっちゃ手際いいな。まだみじん切りしかしてないのに。もうちょっと何作るか考えてるんです。いや、すでに今ゼロですね。とりあえずの、うわ、出汁みたいな出てんの。うん、これ使いましょう。あ、そうなん。へえ。切り干しの出汁ほんまに使えるんですか。あ、だから言ったの。絶対使えますよね。すげえ。すげえなぁ。技ありってのが取れる。厚盛りみたいな。え、これ鍋になりそうな感じしてるけど大丈夫かな。めんつゆか。あおあやべえ。いやサプライズ、サプライズ。せよ。まず何できるのか分からん。これ何作ってるのか分かんないですね。あ、あ、生姜が、あ、え、生姜がここで来るの。生姜いいぞ、と時間いただきましたね。こっからんですね。お、うわ、めっちゃいいですね、これ。人参の皮です。皮は置いとくんですか。皮は後で使います。え、すげえな。なぶないか。たたえるぞ、みたいな。すげえな。クジラとかね、捨てるとこに。そうなの、うん、すげえな、すげえな、すげえなおじさんや。すげえ、全部みじんじゃう。嫌いな子も食べれるやつね。あ、確かに。今日のカレー人参入ってたのよみたいなやつでしょ。実は、ね、気づいたみたいなやつね。誰の話なの。うちの親。そんな言い方なの。肉うまそう、肉うまそう。塩コショウ振っときます。下味を、こんなもんでね。なるほど。はい、油揚げを半分に切ります。お、すごい、うん、すごいな。なんか高度なやつが巻いて、うわー、ああ出ます。すごい、これすげえな。これ買ってきてこうなるんだ、発想がないわ。これはそうじゃなかったっけ。止めれないけど、浮かないことを祈って。焼くってことですね、それ。ちょっと、いや、だから焼いて蓋するってことやろ。あ、高度だな、マジで。技術がすごいね。もともとの得意料理とかあるんですか。もともとでも酢豚が得意で、酢豚だったんですけど、はい、最近めんどくさくて作ってなくて。手伝えた方がいいですか。いや、全然大丈夫ですよ。じゃあ邪魔やってことや。すごっ、うわ、もうどこにも行けない。やってきて、やってきて、フィアダンスボーボー。
ジョベ最後やね、ここでフライパンが。わっ、豚を細切りに。あ、いい匂いだな。全然まだ。あ、砂糖、ね、あ、そうですね。ありがとう、でかでかくて確かにでかくて、待って、こんなにでかいのこんだけしか作れない。砂糖硬くて。わ、いい風合いになってきたな。片栗粉、ここで投入。片栗粉、そうやって使うんだよ。そうだよ、水と使い方が分からん。おおおお。そんなにびっくりする。びっくりするわ。化学変化起きてんだもん、だってやべえよ。あーあー、すごいな。これはいいやん。これで1品目、お稲荷あんかけの出来上がり。おお。はい、2品目、切り干し大根風。風で終わりですか。はい、というわけで完成しました。はい、はい、じゃあ早速ちょっといただいてみましょう。はい、いただきます。いただきます。あんかけからいただきますね。はい、あんかけなんてマジで久しく食べてないよ。すぐですよ、でも作るのは。うわ、すごい。くらう。あっく。うん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 。めっちゃうまい。やったー。すげえ。よかったー。もう切り干し大根から多分水分出てくるから、うん、ジューシーっぽくなる気がしたんで。あー、確かに。なんかその大根感っていう感じないですもんね。ちゃんとこうジュワッとジューシーな。うん、よかった。うん。じゃあちょっとこちらの切り干し大根風ね、切り干し大根風の食べ物もじゃあ、はい、風。切り干し大根風かも。うわ、めっちゃごま油の匂いする。ちょっと混ぜました最後に。おお、見てないところで。うわうまっ。うわ、よかった。すげえな、マジで。ほぼは味見してないから。うまい、うまい、うまいっす、めっちゃ。うん、おお、うまい。うまいっす。はい、というわけで今日はもうイカちゃんに美味しい料理も作っていただいたということで、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。じゃあイカからもう一個プレゼント。おお、はい。いつもあのこのコップを使ってみんなのいいところを言う、はいはいはい、ネタがあるんですけど、はい、今日はじゃあすするさんのいいところを、言わせてもらおうかなって。おお、嬉しい。嬉しい、褒められたい。じゃあこのコップを使ってすするさんのいいところを言います。せーの、すするさん、ラーメン好きだけど何食べてもいい顔する。はい。あ、めっちゃ嬉しい。せーな。やばいやばい。嬉しいです。うわ、幸せだな今日。いい夢見れますように。なんで柳沢慎吾みたいな。やばいよ、いい夢見ろよっつって。それできたな。うまい。うん、まあ、すすら本当は何を作らせたかったの。確かに、ん、俺は生姜焼きと、うん、あと切り干し大根のこの煮物。あ、こっちはだからほぼほぼ正解。ふうふうにやったけど、ふうになった、ふうになった、ふうになったけどほぼ正解。やった。いや、うまい。よかったです。あ、食いたい、食いたいな。あ、どうぞどうぞ。もう俺フェードアウトするから。フェードアウトはしなくていい。画面いただきます。はい。あ、うまっ。ね、やった。うまいうまいうまい。嬉しい。すげえな。よかった。あ、うまっ。うん。合わすとね、合わすとさらに、うん、そうね、一緒に食うとね。さあ、熱いらしいんで。そうですけど、ほんと。ほんと、どうやって食った。そのご飯の上に乗っけて。熱いから、マジで。マジで熱い、ほんと熱々だから。固まった。うん、うん、ここはもうだろう。こっちの方がうまい。あ、こっちの方がうまい。昔よかった。うまい。お母さんの味。ね、マジでお母さんの味だ。久しく食べてない味。うん。
こんな、いやうわうん、いいね、いや、いい、マジでいい、うわー、イカちゃん、何それ、イカちゃん、何それ、イカちゃん、すげー、嬉しいわ、うまいな、よかった、うん